皆さん、こんにちは。交通インフラ研究所です。今回は、東京八王子線の未開通区間の現状について、東京都建設局のホームページ資料及び国土交通省関東地方整備局武装国道事務所ホームページ資料と Wikipedia の情報をもとに検討します。東京八王子線は三鷹市牟礼1丁目牟礼橋から八王子市南浅川町高尾山インターチェンジを東西に結ぶ全長 34.2km の幹線道路、都市計画道路です。国及び東京都によって整備が進められており、起点側に接続する東京都市計画道路、幹線街路、放射第5号線と一体となって並行する甲州街道、国道20号のバイパス的機能を果たすことが期待されています。日野バイパス区間は、並行する甲州街道が2007年に国道20号の指定を外れ、東京都道256号、八王子、国立線に降格したため、国道20号の本線となりました。三鷹市牟礼から国立市谷保間の東京都道14号新宿国立線として開通した区間を東八道路と呼びます。都市計画事業としての名称は、路線番号、路線名ともに2号、東京八王子線で統一されていますが、通称は区間によって異なっています。まずはじめに結論から確認をしていきます。東八道路未開通区間の開通時期は、用地取得次第と考えられます。日野バイパス延伸と八王子南バイパスの全線開通には10年以上かかると見られます。次に、道路区間について確認をしていきます。起点は東京都三鷹市牟礼1丁目、終点は東京都八王子市南浅川町となっています。起点から国立インター入口交差点の間は東八道路という名称で、三鷹都市計画道路322号、府中都市計画道路322の1号、小金井都市計画道路322号、府中都市計画道路322の2号などが含まれます。国立インター入口交差点から日野市、川辺、堀之内までの間は日野バイパスという名称で、国立都市計画道路332号、日野都市計画道路332号などが含まれます。実際の日野バイパスは、終点が八王子市、高倉町までの間となっていますが、東京八王子線の区間としては、日野市、川辺、堀之内までとなっています。日野市、川辺、堀之内から八王子市、北野町までの間は、日野バイパス延伸という名称で呼ばれ、日野都市計画道路332号が含まれます。八王子市、北野町から八王子市、南浅川町までの間は、八王子南バイパスという名称で、八王子都市計画道路332号が含まれます。次に、事業中区間を見ていきます。はじめに、東八道路未開通区間を確認します。起点は東京都府中市西原町2丁目、終点は
東京都国立市谷保となっています。こちらの図は南北が逆転しているため、確認時には留意してください。延長は約 1.3km、 車線数は往復4車線、道路幅員は36から41メーターとなっています。2018年に環境施設帯整備計画の最終案が公表されているため、道路の設計はおそらく完了していると見られますが、用地取得が完了しておらず、開通時期のめどは立っていません。南部線をまたぐ跨線橋の基礎構造物はすでに完成しています。次に日野バイパス延伸区間について確認をしていきます。起点の日野市川辺堀之内から日野市西平山3丁目までの区間は日野バイパス延伸という事業名称で事業が進められています。日野市西平山3丁目から八王子市北野町までの間は日野バイパス延伸2期として事業が進められています。日野バイパス延伸区間は用地取得が必要な範囲は残りわずかとなっており、これから道路の建設が本格化すると見られます。用地取得が完了した一部区間ではすでに上下2車線の道路として活用されている区間があります。日野バイパス延伸2期の区間は日野市側の用地取得は進んでいませんが、八王子市側は用地取得及び側道の整備が完了しています。次に道路の構造について確認をしていきます。右側の日野バイパス延伸の区間は延長約 3.8km、 車線数は4車線、道路区分は第4種1級、設計速度は時速 60km、 標準幅員は 28m となっています。左側の日野バイパス延伸2期の区間は延長約 1.5km、 車線数は4車線、道路区分は第4種1級、設計速度は時速 60km、 標準幅員は 40m となっています。下の立体図を確認すると、浅川から東側の日野市区間は主要道路と平面交差する構造となっていますが、浅川から西側の八王子市区間は全ての道路と立体交差する計画となっています。次に八王子南バイパスについて確認をしていきます。八王子市域を東西につなぐ幹線道路で、八王子市域の交通混雑の緩和や交通安全の確保、圏央道のアクセス道路として行動範囲の拡大や移動時間の短縮などを目的とした延長 9.6km のバイパス事業です。2010年7月に町田街道から国道20号までの約 2.6km が開通し、大船寺田地区においても2015年3月に暫定2車線で約 0.3km 開通しており、引き続き用地取得を実施しています。北の街道から八王子城山線の間の用地取得は完了しており、用地を活用して八王子市道が開通しています。今後5カ年程度で八王子市大船町から立町の間の開通を見込んでおり、
5年後には北の街道から高尾山インターチェンジまでの往来が可能になると見られます。次に道路の構造について確認をしていきます。延長は約 9.6km、車線数は4車線、道路区分は第4種1級、設計速度は時速60キロ、標準幅員は40メーターとなっています。下の立体図を確認すると、すべての区間で主要道路と立体交差される計画とみられ、高速道路に近い走行性能が確保されると見られます。まとめになります。東八道路未開通区間は南武線の跨線橋の基礎は完成していますが、区間内の用地取得が完了しておらず、開通のめどは立っていません。日野バイパス延伸区間は用地取得が進み、工事が本格化しています。日野バイパス延伸2期区間は日野市側での用地取得を推進しており、主要工事は着手されていません。八王子南バイパスは5年後には北の街道から西側が通行できるようになるとみられます。東側の区間でも用地取得は進んでいますが、目立った工事は行われていません。最後にもう一度結論を確認しておきます。東八道路区間の開通時期は用地取得次第と考えられます。日野バイパス延伸と八王子南バイパスの全線開通には10年以上かかると見られます。皆さんはどのようにお考えになるでしょうか。